最初のコーナーは素敵なゲストにお越しいただいております。三味線奏者の高橋光さんです。どうぞ。こんばんは。よろしくお願いします。高橋さん、はい、三味線奏者っていうイメージからはほど遠いいでたちですよね。そうですか。しかもあの三味線のこの辺キラキララメついて光ってますけども、そうですね、これエレキ三味線なんですよね。エレキ三味線初めて聞きましたね。初めて聞きましたね。はい、あらー、ラインからこう音取るんですけれども。そうなんですか。はい、はい、三味線をあの目の前で聞くってのは私なかなかない機会だと思うんですけども。そうですね、ちょっと楽しみですよ。楽しみですね。しかもこの高橋さん、なんと千葉県出身なんですよ。はい、そうなんです。どちらでございましょうか。千葉市ですね。もう本当にこの近辺っていう感じですね。千葉市内です。ググッと距離が縮まりましたね今ね。嬉しいですね。はい、ねえ、なんか三味線っていうとなかなか若い人はしないイメージですけど。そうですね。どういうきっかけで始められたんですか。両親が、はい、まあ、父親が尺八奏者で、うん、母親が民謡歌手なんですよ。それでも小さい時からもう民謡漬けだったんですよね。もう当たり前のように聞いてたので、その影響が大きいですね。そうなんですか。じゃあもう本当に和の音楽の中で育ったんですね。そうですね、はい。そういったことからなんかいろんなきっかけで今の活動にもつながって。そうですね、和だけだったんですけども、はい、ある時シンガーソングライターの小倉圭さんとの出会いがありまして、はい、それでちょっと洋の方とコラボレーションしてみないかということで、だんだんもう三味線もエレキになったと思う。へ、はい、そうなんだ。なかなかね、はい、口で言うのは簡単ですけど。そうですね、和と洋が、はい、どんなものかちょっと聞いてみたいですね。あ、ぜひぜひ。はい、では早速演奏よろしくお願いします。はい、お願いします。和と洋ですよ。ねえ、ね、しかも三味線。いや、想像つかないです ね、 ね、今日演奏していただく曲も小倉圭さんの作詞作曲の曲なんですって。ますますこう想像つかない世界です ね、 ねえ、どういう世界観でしょうか。はい、さあ、それでは早速お願いいたします。高橋光さんで真っさらな台本です。